川尻達也は、日本の男性総合格闘家。ファイトボックスフィットネス代表。茨城県稲敷郡江戸崎町出身。茨城県立土浦第三高等学校、中央学院大学卒業。元州都ー世界ライト級王者。ブラジリアン柔術紫帯。日本人離れした、強靭なフィジカルを生かした、テイクダウンからのパスガードトップキープを武器としている。 小中学生時代は野球を経験。高校生時代は陸上の800メートル層の選手であった。中央学院大学時代にプライド1での高田信彦対ヒクソングレーシー戦を見たことと桜井マッハ即人や佐藤ルミナに憧れて総合格闘家を志した。アマチュア時代に三崎和夫に小負けしたことがある。2000年4月12日、シュートにてプロデビュー。 中山匠にスリーパーホールドで一本負け。デビュー戦で敗れたことで、一年間をかけて徹底的に、肉体改造した。2002年、シュートの新人王、トーナメントウェルター級に出場し、優勝を果たした。2002年12月14日、シュートで、微動車王林姫路と対戦し、0から3の、判定負け。2003年3月30日、 アブダビコンバット 77kg 未満級、日本予選に出場。準決勝で、カノマタともなりに、ポイント負け。2003年5月、匠に小勝コガチ。2003年12月、雷安坊にアンボウニ2004年3月、宇ノと判定ドロー。2004年12月14日、シュート世界ウェルター級タイトルマッチで、ビトーシャオーリンヒベーロと再戦。終始川尻が、 主導権を握り、パウンドで TKO 勝ちを収め王座獲得に成功した。2005年5月22日、プライド初参戦となったプライド武士道、その七で、キム・イン・ソクと対戦し、パウンドで TKO 勝ち。2005年9月25日、プライド武士道、その9体で行われたライト級、トーナメント1回戦で、ゴミ・タカノリと対戦し、激闘の末チョークスリーパーで一本負け。 この試合は年間ベストバウトに選ばれるなど、周囲からも高く評価された。また試合後、負けてもリベンジする。それが僕の格闘技人生、自分より強い人がいることに驚いたとコメントした。2006年2月17日、シュートで世界ウェルター級ランキング1位のヨアキムハンセンを相手に初防衛戦を行う。試合開始直後、ハンセンのローブローを受けてしまい、 このダメージにより川尻は試合続行不可能となり、反則失格勝ちで初防衛に成功した。2006年12月31日、プライド男祭り2006でギルバート・メレンデスと対戦。激しい打撃の欧州戦を展開したが0から3の判定負け。大晦日の試合で左手親指を負傷していたが、2007年1月18日の練習で、 再び同化を負傷、左腰中手骨器部骨折で全治2ヶ月と診断された。骨折により、期限内の防衛戦が不可能になったことにより、州都世界ウェルター級王座を2007年1月24日付で返上した。2007年12月31日、1年ぶりの復帰戦となったやれんのか。大晦日。2007でルイス・アゼレードと対戦し、 3から0の判定勝ち。フェザー級転校以降の軽量2008年3月15日、ドリーム1のライト級グランプリ1回戦で、ブラックマンバーと対戦し、3から0の判定勝ち。2008年5月11日、ドリーム3のライト級グランプリ2回戦で、ルイス・ブ・スカペと対戦し、3から0の判定勝ち。閉会式のリング上で、 同事務所属の石田光弘に一本勝ちした、宇野薫に対戦要求を行った。2008年7月21日、ドリーム5のライト級グランプリ準決勝で、エディ・アルバレスと対戦。互角に渡り合い、アルバレスを小寸前に追い込む場面もあったがパウンドで、TKO 負けを喫した。2008年12月31日、ダイナマイト、勇気の力2008で、 武田構造と初挑戦となる K1 ルールで対戦。右フック、右飛び膝蹴り、左フックで 1R3 度のダウンを奪い、TKO 勝ちを収めた。2009年3月8日、ドリーム7でロスエバネスと対戦し、チョークスリーパーで一本勝ちを収めた。試合後のリング上で JZ カルバンとの次期挑戦者決定戦での対戦規模を表明した。 2009年5月26日、ドリーム9で JZ カルバンと対戦し、3から0の判定勝ち。試合後、リング上でのマイクアピールで、二人で格闘技会を盛り上げませんかマサト選手、僕にもガッツンガッツン面白い打ち合いができるんで、よろしくお願いしますとマサトに対戦を呼びかけた。2009年7月13日、K1 ワールドマックス2009ファイナル8で、 K1 ルールでマサトと対戦し、ニアルタオル投入による TKO 負け。2009年12月31日、ダイナマイト、勇気の力2009のドリーム VSSRC 対抗戦で横田和則と対戦し、3から0の判定勝ちを収めた。2010年7月10日、ドリーム15のドリームライト級タイトルマッチで青木真也と対戦し、 アキレス剣固めで一本負けを喫し王座獲得に失敗した。青木の足換節技により自ら歩いて退場できないほどのダメージを負った。2010年12月31日、ダイナマイト、勇気の力2010でジョシュ・トムソンと対戦し3から0の判定勝ちを収めた。2011年4月9日、ストライクフォス初参戦となったストライクフォス、ディアズ VS。 デイリーのストライクフォス世界ライト級タイトルマッチで王者ギルバート・メレンデスに挑戦。開始早々メレンデスのパンチを受け、ダウンしたところに肘打ちを受け TKO 負けを喫し、王座獲得に失敗した。2011年9月24日、フェザー級転校初戦となったドリーム17で弱気ムーンセンと再戦し、3R 型固めで一本勝ちを収めた。 2012年3月31日、シンガポールで開催された 1FC3 で、元カタック世界バンタム級王者ドナルド・サンチェスと対戦し、三角締めで一本勝ち。2012年12月31日、ドリーム 18& グローリー4で、尾身川道博と対戦。全ラウンドにわたって、尾身川は圧倒し3から零の判定勝ち。二千十三年十月二十二日、 UFC と契約したことが発表された。2014年1月4日、UFC 初参戦となった UFC ファイトナイト、サファディーン VS リムで、ショーン・ソリアーノと対戦し、にール開始早々バックマウントからのリアネーキドチョークで一本勝ち。当初は、博覧ディアスと対戦予定であったが、ディアスの欠場により相手がソリアーノに変更となった。 2014年4月11日、UFC ファイトナイト、ノゲーラ VS、ネルソンで、フェザー級ランキング9位のクレイグイダと対戦し、0から3の判定負け。川尻にとって UFC 初の黒星となったものの、ファイトオブザナイトを受賞した。2014年9月20日の日本開催となる UFC ファイトナイト、ハント VS、ネルソンへの出場が噂されていたが、3度目の 網膜剥離の手術によって出場を見送った。2015年6月20日、ベルリンで開催された UFC ファイトナイト、ジェンドレイチェック VS、ペンネで、フェザー級ランキング12位のデニスシバーと対戦し、3から0の判定で勝利した。2015年12月11日、ラスベガスで開催された、ザ・アルティメットファイター22フィナーレで、ジェイソン・ナイトと対戦し、3から0の 判定勝ち。当初、宮里ベクティックとの対戦が予定されていたが、膝を負傷した、ベクティックの欠場で、相手が、ナイトに変更となった。2016年2月21日、UFC ファイトナイト、カウボーイ VS、カウボーイで、フェザー級ランキング8位のデニス・バミューデスと対戦し、判定負け。2016年8月6日、UFC ファイトナイト、 ロドリゲス VS カッセルスでフェザー級ランキング5位のカブスワンソンと対戦し判定負け。2016年10月17日 UFC との契約を自らの意思で契約解除したことが発表された。2016年12月31日リジン初出場となったリジンファイティングワールドグランドプリー2016無差別級トーナメントファイナルラウンドで クロングレーシーと対戦し、終始グラウンドで圧倒され、ニアールリアネーキドチョークで一本負け。2018年12月31日、リジン平成最後のやれんのか。できた岡悟と対戦し、1から2の判定負け。2019年7月28日、リジン17でありアブズルカリコフと対戦し、3から0の判定勝ち。2019年10月12日、 リジン、19のライト級、トーナメント1回戦でパトリックキー、ピットブルフレーレと対戦し、右飛び膝蹴りでダウンを奪われてから、パウンドの連打を浴び、試合開始70秒で TK を負け。ありがとうございます。